自分が一番続けられるタイミングでねやるのが大事かなというふうに思います。中止です、今すぐ中止してください。体調が悪いの続くときは通称自家製ロキソニンって私は呼んでる。皆さんこんにちは、竹脇まいなです。ということで本日はインスタグラムの方で皆さんから募集した健康とダイエットに関する質問に答えていこうと思います。たくさん皆さんご質問いただきましてありがとうございました。どんどん答えていこうと思います。朝か夜どちらかだけだったらどちらがトレーニングにおすすめですか？これはね難しいんですけど、ダイエット目的だったら朝がおすすめです。朝トレーニングすることで1日の代謝が上がりやすくなりますので、結果的に痩せやすい体作りにつながります。あと気持ちのリフレッシュにもなりますし、お仕事されてる方は1日の業務効率が上がる効果もあるって言われてるので朝のトレーニングおすすめです。ただ正直これはね人それぞれのライフスタイルがあると思いますので、自分が一番続けられるタイミングでねやるのが大事かなというふうに思います。まあ、朝できる日があったり夜できる日があったり、なんならできない日があったり、まあ、それがね人間だと思うので、自分の毎日の心と体に寄り添ってね過ごしてあげましょう。心の声を大切に。次、痩せてからの維持法はどうしていますか？食事と運動は見直しますか？同じことを続けますか？私の場合は少し見直します。そのダイエットの時期っていうのは明確な数字的な目標を立てているので、ダイエットの時期っていうのはその余分な体脂肪を落とすために摂取カロリーよりも消費カロリーが高いような生活を目指すので、毎日1万歩歩くぞとか、あと食事もね、アプリとかを使って管理とかしてました。ある程度そうやって具体的なね数字の目標とかを使ってやってます。でもキープの時期は正直ねそこまで細かくやらないです。結局ダイエットの原理って消費カロリーと摂取カロリーがイコールになってれば維持、摂取カロリーの方が高ければ余分な脂肪がつくっていうことになりますので、まあ、キープ時はねなんとなくイコールであればいいなと思って過ごしてます。レッツ大体なので、よく動いて、まあ、よく食べて、しっかり睡眠とって寝て、一日のカロリーバランスを調整するっていう感じです。私キープの時に本当大事だなって思うのが、何も苦なく続けることが本当に大事だなと思っていて、この苦にならないダイエット方法っていうのをダイエット中にね見つけることがね大事かなと思います。私は歩くのが結構好きなので、ダイエット中もキープの時期もなるべく移動は歩いたり、あとは階段使うとかがね習慣になっております。とはいえダイエットもねキープ時期もレッツ大体、継続が正義なので、自分のペースでね頑張っていきましょう。お酒大好きなんですが、何か気をつけること、かっこお酒の種類、おつまみを教えてほしいです。美味しいよねお酒、私も大好き。気をつけるのはまずカロリー。ビールだと大体1缶で150キロカロリー、赤ワインはグラスで105キロカロリー、白ワインは98キロカロリー、ハイボールは1缶120キロカロリーで、中ハイはものによって170から250キロカロリーあるそうです。飲み物のカロリーって結構抜けがちなんですけど、ダイエットしてるのであればまずはね自分が飲んでるのが何キロカロリーかっていうのを把握して、前後で長い目で見て帳尻合わせるのが大事だと思います。あとおつまみは焼き鳥を塩レモンで食べるのがおすすめです。アルコールを肝臓で分解するためにはタンパク質が必要なので、鶏肉とか卵とかお魚、豆腐はおつまみにおすすめです。だから刺身盛りとかカルパッチョとか冷ややっことかもいい。プラスビタミン C は肝臓を保護してアルコールの分解をサポートしてくれるので、レモンとかパプリカとかブロッコリーとか一緒に食べるのがおすすめです。なのでタンパク質とビタミン C、 焼き鳥を塩レモンで食べるとかぜひやってみてください。で何よりねやっぱお酒って飲んでて楽しいし、人とのコミュニケーションになるので、飲むときは飲んで楽しんでいきましょう。前後でバランス取ればね全く問題ないので、うまく付き合っていきましょう。私の推しは白ワインとビール。体調が悪い時が続く時のダイエットはどうしてますか？中止です、今すぐ中止してください。体調が悪いの続く時は、体調が悪い時はまずは体調不良をね治すのが最優先です、ダイエット以前に。なのでちゃんとねお医者さんに行ってお薬もらって、栄養あるものを食べて、消化にいいものを食べて、寝て休む、これがね最優先です。とはいえ病院に行くほどじゃないなっていう絶妙な体調不良ってありますよね。ちょっと生理痛があってだるいなとか、虚変頭痛あるなとか、体がなんとなくだるいみたいな、そういう時は有酸素運動がおすすめです。軽いウォーキングとか有酸素運動をすることで脳内でエンドルフィンとかエンケファリンっていう鎮痛効果のあるホルモンが分泌されます。通称自家製ロキソニン。
って私は呼んでる。なのでちょっとだるいなとか、病院行くほどじゃないけどもなんか頭が痛いなとか思うときは、ちょっとだけお散歩することをお勧めします。とにかく体調不良のときは自分のね体をねいたわってあげましょう。生理に関する質問も多かったですね。生理前の甘いもの欲どうやって満たしていますか？チョコや生クリームが食べたくなってしまいます。わかります、食べたくなるよねチョコ。まず生理中ね、食べたくなったら食べちゃえばいいと思うんです。我慢は良くないので。ただもしねできそうであれば、ナッツ豆腐サラダを食べてみてください。この生理中の甘いもの欲っていうのを満たすには、マグネシウムとビタミン B 群を摂取するのが効果的です。マグネシウムとビタミン B 群はナッツとか豆腐とか葉野菜にも含まれてるし、ビタミン B 群はサーモンとかアボカド、あとバナナとかで、マグネシウムはほうれん草とか青さ、オートミールとかブロッコリーとかにも含まれます。なのでチョコレート食べたいってなったら、食べていいんですけど、余裕があればナッツ豆腐サラダおすすめです。そもそもなんで生理前とか生理中にこの急に甘いものが食べたくなったりとか食欲が爆増しちゃうかって、ホルモンが関係しています。生理前になるとエストロゲンっていういわゆるね女性ホルモンが低下してきて、プロゲステロンっていう妊娠準備のためのねホルモンの濃度が上がってきます。でこのプロゲステロンっていうのが妊娠準備のためのホルモンなんで、食欲を上げたり血糖値を上げやすくしたり、水分を溜め込んでむくみやすくしたり、まあ、生理前のね体調不良を起こしてくるんです。なので生理前ね、あの食欲が出ちゃうっていうのはめっちゃ普通なこと、めっちゃ通常です。ホルモンバランス的にはそういうのが起こって当然なので、まあ、気楽に自分をよしよししながらね、あのいたわってあげましょう。生理前とかで夜中にお腹空いちゃったって時は、何だったら食べても許されますか？何でも許されるよ、誰も怒んないよ。むしろお腹が空いて眠れなくなると睡眠の質が下がってしまうので、すごく空腹感を感じてるようだったらちょっと食べてから寝るのがおすすめです。おすすめは蜂蜜入りヨーグルト。これめちゃめちゃよくって、ヨーグルトの中にはトリプトファンっていう必須アミノ酸の一つが入ってるんですけど、このトリプトファンっていうのが体の中に入るとセロトニンっていうね、いわゆる幸せホルモンに分解されて、さらにメラトニンっていって睡眠のためのホルモンにね変換されるんです。あと蜂蜜をちょっと入れてあげることで血糖値がね少し上がります。ちょっと上がってあげることで夜寝てる間に血糖値がね下がってくるのを防いでくれるんです。で血糖値が寝てる間も安定してくれると睡眠の質も上がりやすくなるので、よく眠れる。なので生理の時でも、まあ生理の時じゃなくても、寝る前にお腹が減ったら蜂蜜入りヨーグルトおすすめです。次、生理中のトレーニングについて教えてください。生理中は自律神経も乱れやすいし不調も出やすいので、まあ、まずはゆっくりしたストレッチがおすすめです。特に股関節周りをストレッチしてあげると PMS とか、あと生理痛の緩和にもつながるのでおすすめです。あと軽い有酸素運動、さっき言ったように有酸素運動って痛みを軽減するホルモンが出てくれるので、自家製ロキソニン。なのでちょっと生理痛あるな、なんかチクチクするなくらいだったら有酸素運動おすすめです。なので生理中はまずはね自分の体をいたわってよく観察して、無理のない範囲で自分の体がね喜ぶことをしたらいいのかなと思います。むくみが取れる食事とうんちが出る食事。むくみを取るには塩分を控えてマグネシウムとカルシウムを取ることが大事です。なので例えば納豆とかほうれん草とかひじき、豆腐、あとキノコ類とかアボカド、こういったものを塩分少なめにして調理するのがおすすめです。間食とか朝食にはバナナもむくみ取りにおすすめです。あと便秘解消のポイントは腸内細菌と食物繊維になるので、おすすめは、まあ、納豆ご飯とわかめとキノコの味噌汁とか、あとごぼうとか人参も食物繊維が豊富なのでそれをきんぴらにするとか、あと間食にはバナナとかプルーンもおすすめです。バナナは食物繊維も豊富だし、あと善玉菌の餌になるオリゴ糖もたくさん含んでます。あとプルーンにはソルビトールっていう腸の環境を良くして便を柔らかくしてくれる成分があるので、めちゃめちゃ運気出ます。むしろ食べ過ぎちゃうとちょっと下しちゃうくらい結構効きが強いので、まずは1粒とか、慣れてきたら2粒程度を目安に食べてみてください。更年期による体型の変化があり、今までのダイエットではなく特別なことをやった方がいいですか？更年期大変ですよね。まあ、ダイエットに関して言ったらどの年代もダイエットの基本の部分は変わらないので、特別なことをやる必要はないです。ダイエット、余分な脂肪を落とすための基本は消費カロリーが摂取カロリーよりも高い状態をキープすること。
これによって余分な体脂肪が落ちて、まあ、痩せてダイエットになります。ちなみにこの詳しい内容は以前あの更年期障害とダイエットっていう授業動画を作っておりますので、ここでねみっちり詳しく話しておりますので、ぜひこちらご覧ください。なのでダイエットの基本は大きくは変わらないんですけども、健康維持のために更年期の時期におすすめの食事と運動を3つ紹介します。1つ目、荷物を持ってウォーキング。そう、更年期の時期ってホルモンバランスが乱れて骨が弱くなる時期なんです。で、骨を強化するためにはもちろん食べ物でカルシウムとかビタミン D を摂るっていうことはもちろんのこと、運動や日常生活においては体重以上の負荷をかけるっていうのがね大事になります。なのでリュックを背負ってウォーキングをするとか、あと坂道を上がるとか、あとその場でねちょっとジャンプをするとか、そういう体重以上にね重力とか負荷がかかる動きっていうのが骨の強化につながります。2つ目、股関節と手首と背中の筋トレ。この更年期の時期って本当に骨が弱くなってくるので骨折する方が増えます。で、この骨折しやすい部位ベスト3が股関節、手首、背骨なんです。なのでこの3つの部位を中心に筋トレするのが効率的です。股関節だったらまずはスクワット、あと手首を強化したい場合は四つん這いになって軽く腕立てをするとか、あと背骨の強化のためにうつ伏せになってこうスーパーマンをやるとか。特にスクワットと背中は体の中でも大きい筋肉なのでダイエット的にもねとても効率がいいです。3つ目、お豆腐を食べる。やっぱり更年期の時期の不調の多くはエストロゲンの低下が原因で起こってます。なのでそのエストロゲンと似た働きをする食材になってくると大豆イソフラボンになりますので、大豆製品をねしっかり食べることがおすすめです。しかもねお豆腐って低カロリーだしタンパク質も多く含んでいるのでダイエット的にもねめちゃめちゃグッドな食材になるので、体重管理とか体型管理にもいいかなと思います。更年期ね、いろいろ不調が出たりとか環境が変わったりとか大変なことも多いと思うんですが、ぜひできることからやってみてください。はい、ということでいろいろご質問をいただいたんですけども、まだまだいろんなねご質問をいただいてるんですけども、一旦こんな感じにしようと思います。やっぱり個人的に思うんですけど、なんかダイエットとかやっぱ健康管理をする、自分の体をね管理していくのって自分のことを好きになるためにやることだと思うんですよ。なんかやっぱり健康的な生活をして自分の体が変わってくると自己肯定感も上がるし、なんか他の人とこう比べたりとか周りがこうだからって思ってたけど自分にフォーカスできるようになったりとか、なんかそういう意味でやっぱり健康にやっぱりメンタルにもいい影響が出てくるなって思いますので、ぜひ参考になるところは参考にしてみてください。これからも皆さんがもっと自分を好きになれるようにいろんな健康情報を発信していきますので、よかったらチャンネル登録と、コメントも感想もよろしくお願いします。ということで最後まで見てくれてありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。あ、動画のコメント欄で別の質問とかもあれば募集しております。ありがとうございました。じゃあお疲れ様です。またね、ハイタッチ。あ、遠い遠い、バイバーイ。